引退したその翌日に撮りに行った写真ばっかりなんですよ。不安しかなかった。でも僕が行った時たまたま雨で霧がかかってて、本当に線路のその先が何も見えないような今の自分のその感情を表している。なんか僕は一番寂しいのは野球に全く触れずになんか大人になられることがすごく寂しい。アンチがいるっていうことは嫌なようだけど、実はそうやって嬉しくて、興味がないっていうことが一番やっぱり寂しくて、男子で野球を忘れられるっていうのが寂しい。野球少年少女の育成とか環境づくりに少しでも役に立つのであれば、なんかその架け橋になることが僕が、ね、できたら野球未来づくりに貢献できるんじゃないかな。